ん？あれってクロリンデとナビアじゃないか？でもなんだか雰囲気が。何か困ったことでもあったのか？聞いてみようぜ。やはりダメだったか。そうなの。フォンテーヌ邸を探し回ったんだけど、リネットは数日外で走り回ることになるって言った瞬間、耳をペタンと伏せちゃった。フレミネは知らない人が多そうだと思ったのか。チオリア・シャルロットはどうだ？彼女たちになら任せられると思う。聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて時間がないんだって。困ったな。よっ、ナビア、クロリンデ。あら、相棒とパイモン。ナビア。あ、もしかして。ああ、チャンスだ。お前ら何か困ったことでもあった？そうなの、相棒。今とんでもない難題を抱えてるんだけど。あんた大げさじゃないの？いや、全然大げさじゃない。モード、旅人、パイモン、ファントムハンター、審判の時を一緒に遊んでくれない？なんだって？フォンテーヌのテーブルトークシアタークラブが出したテーブルゲームのシナリオだ。テーブルトークシアターゲームって聞いたことある？友達とテーブルを囲んでキャラクターを演じながらシナリオを進めていくゲームなんだけど。面白そうだな。私もクロリンデも昔からこの回のメンバーよ。で、最近メンバーが新しいシナリオを作ったから試しに遊んでみてほしいって言ってきたの。だからこれは新しいシナリオなのよ。でもって私たちが初めてのプレイヤーってわけ。私有段階のシナリオは普通多くの問題点があるものなんだけど、今回のものは完成度が高いし。ストップストップ、私はシナリオ読まずにあんたに渡したんだから。とにかくこのシナリオには4人のプレイヤーが必要なんだけど。あんたもそう思うでしょ、相棒。でもオイラと旅人って2人だけど。問題ない。プレイ体験を損なわないよう実際の参加者数に応じて進化。どうする、遊んでみるか？お前に任せるぜ。よかった、これで問題解決だ。よし、じゃあ早速シナリオ担当を呼んでくるよ。シナリオ担当？このシナリオに合わせクラブは新しい遊び方を考えた。最初進行役であるゲームマスターが持っているシナリオは完全なものではない。はじめの、さらに参加者に臨場感を与えるためにクラブはシナリオのシチュエーションを再現する。おお、シナリオの作者もかなりこだわってるんだな。ワクワクしてきたでしょ。ゲームマスターですら物語の結末を知らないんだもの。あなたたちと一緒に結末を見届けられるのを楽しみにしている。他のみんなはチオリアで待ってるから先に合流しておいて。ああ、焦らず足元に気をつけてな。もう子供扱いしないでってば。そうね。はあ、今回は普通の技能を習得してくれ。それと動物を見かけるたびに説得しようとするのはやめてくれ。待たせたな。おや、戻ってきたのかい？あれ、旅人にパイモン？驚いたよ。一緒に遊んでくれるのは君たちなのかい？リネ、それにフリーナ、残り2人のプレイヤーってお前たちだったのか。僕はあくまで幽霊部員って感じかな。あんまりイベントには参加してないんだ。プレイヤーとして参加するのは初めてだから。僕はメンバーじゃない。ただ朝からクロリンデがうちのドアをノックする音で起こされてね。興味がおありなら紹介しましょう。
入会費用が4割引きになりますよ。それは今回のシナリオのクオリティを見てから考えるよ。楽しかったら入らせてもらうね。クロリンデはよくテーブルトークシアターをやってるのか？クロリンデさんはクラブ屈指のベテランゲームマスターなんだよ。ああ、まだ上下関係があった頃から噂には聞いてたよ。ただの趣味だ。驚くほどのことでもない。そうだったのか。おごそかな決闘代理人としてのお前しか知らないから、テーブルトークシアターの進行を取り仕切ってるとこなんて全然想像できないぜ。面白い冗談だ。プレイヤーを困らせたりしない。仕事とプライベートは別だ。法廷での私はフォンテーヌの法律と規則を代表し、己の名誉を守りたい者に公平な決闘の機会を与える。しかしプライベートでは私も皆と同じごく普通の人間だ。嘘だろ。君とあんなに長く一緒にいたけど一度も泣いてるとこなんか見たことないよ。怒ってるとこは結構見たけど、それともあれは怒ってるように見えただけ？あれは全て仕事の時の私ですので。そうだったんだね。プライベートでも君は気持ちの浮き沈みが少なそうだけど。泣いているところが見たいのですか？それは少し難しいかもしれません。いや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 、そういうわけじゃ。みんなただいま。紹介するね。こちらがシナリオ担当のフロリアンさん。皆さん、はじめまして。よろしくな。あれ、フロリアンも決闘…ああ、いえ、これはクラブの保有している衣装です。大変な仕事だね。大したことではありません。プレイヤーによりストーリーに没入してもらい、それでは簡単にご紹介しますね。今回のシナリオはファントムハンターの歴史をモデルにしています。皆さんにはとある時代のファントムハンターになりきって街で起きた一連の事件を解決していただきます。ファントムハンターの歴史なんておいらそんなに知らないけど。はい、全く問題ありません。簡単にご紹介しますね。ファントムハンターとは特殊な剣術を受け継いで魔物を狩り、彼らに関する物語は昔々のレムリア王国。詳細はまた皆さんご自身で調べてみてください。ああ、私もやりながら詳しく説明しよう。さて勇敢なハンターたちよ。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは確かなもののようです。ストーリーの流れに合わせて特定のシーンに向かうというわけかい？第一段階のシーンの具体的な場所と会場の使用許可書ですね。みんな、忘れ物がないよう持ち物を確認してくれ。準備ができたら一緒に指定の場所へ向かおう。よし。全部丸見えね。
切りました。じゃじゃーん。全部丸み。裁きの雷槌。判定カードって行動が成功するか失敗するかを判定するためのカードです。お菓子とお茶も自由に食べたり飲んだりしていいの？手紙にはそう書いてあった。いいね、まるで友達とのパーティーみたいだ。じゃあここのお菓子は全部食べていいんだな。バイモンはファントムハンターというよりお菓子ハンターだね。お菓子ハンターバイモン参上。おいしいお菓子ならどんなものも見逃さないぜ。でもお菓子以上に物語が楽しみだ。そうですね。では皆、まずは目の前の空白のキャラカードに名前と職業を書いてくれ。簡単な記入ルールはキャラカードの裏面に書いてある。今回のシナリオで皆の職業は全員ファントムハンターだ。クラブはあなたたちのために身分を証明する小さなバッジを用意した。お、なかなかいいじゃないか。それと職業のおかげで、あなたたちは最初から高い剣術と格闘の技能を持っている。剣術？戦闘もあるってことか。ではパイモンと旅人は1枚のキャラカードを使うか。名前というのはキャラクターの名前かい？はい、好きなように名前を付けられます。別に本名を使ってもいいよ。新しい名前を考えるのが面倒な時はそうしてるしね。おお、自分の名前で別の人生を体験するということかい。なら僕もリネにしようかな。次は技能の欄だ。限られた技能ポイントを使ってさまざまな技能を習得できる。じゃあまずは説得と操作。情報収集に使えそうな技能だな。じゃあ僕たちもこの技能を取った方がいいのかな。そうとは限りません。チームであることを生かして交渉が必要な時はナビアさんに任せるのもいいと思いますよ。例えば僕は潜入と器用を習得するとしましょう。万が一交渉が役に立たないことがあってももう一つの道を選べますから。そこまで考えて選んでいくのか。劇団の役者みたいにみんながそれぞれの役割を果たしているんだね。そうだな、じゃあ僕は芸術と演技にしよう。役に立つかわからないけど。最後はオイラたちだな。旅人、お前は何を習得するんだ？それって相手の心を見抜ける技能なんだろ。みんなが怪我した時に治療してあげるのか。どうする？この2つの技能を学ぶか。いいぞ、何を習得したい？お前らしいな。料理ができたら大事な時にみんなの士気を上げられると思うぜ。それって相手の心を見抜ける技能なんだろ。どうする？この2つの技能を学ぶか。いいぞ、何を習得。お前らしいな。みんなが決闘する。この2つの技どれどれ。みな、残りポイントで技能をもう一つ習得できそうだな。結構オーソドックスなのを選んだね。もうちょっと自由に選んでいいのに。また難題が出されそうな予感が。例えば僕もさっきそれを見ていたよ。説明文は特定の場面でシナリオの設定に合ったキャラクターや生物を召喚できる。ファントムハンターに召喚されるのってどんな生物なんだろう。まあそれは私たちが心配してもね。よし、ナビアがそこまで言うのなら。皆のキャラクターも大体固まったことだし、初めてテーブルトークシアターをプレイする人たちに一つ確認したい。本気モードとイージーモード、どちらでやりたい？ん？2つは具体的にどう違うんだい？テーブルトークシアターのストーリーは
プレイヤーの選択肢や技能を使ってする行動の判定結果によって、もし行動が失敗した場合、技能をうまく使えません。本気モードを選んだ場合は、技能を使用するたびに運命判定カードを使って判定を行い、結果を受け止めねばなりません。もちろんイージーモードを選択していただいても構いません。僕はストーリー重視で行きたいからイージーモードにしようかな。そんな心配しなくていいのに。ランダム性こそがまさにテーブルトークシアターのロマンなのよ。何が起こるかわからない、だからこそワクワクすると思わない？僕はこれから起こることに心の準備をしておいた方がいいかなって。わかりました。それではフリーナ様はイージーモードで行きましょう。相棒はどっちがいい？本当にいいんだな？あんたもきっとランダム性のロマンを感じられるよ。判定結果がどうであれ、クロリンでは私たちを苦しめたりしないはずよ。どうかな？大丈夫大丈夫。さ、早く始めましょう。ところで、どうして1日目は海辺なんだい？それは遥か昔、人類の文明がまだ発展していなかった頃、世界を支配していたのは悪魔と邪悪な魔法使いたちだった。彼らは様々な魔物を作り上げては人々を虐げた。やがてそれに抗う者たちは集結していった。剣を手にし、魔物を暗闇に葬ることを誓った彼らは、ファントムハンターであるあなたは、とある依頼の手紙に書かれていた地を目指し、船でこの見知らぬ町へとやってきた。あなたは不当のほのかにしょっぱい空気を吸い込んで、辺りを見渡した。人の気配は少ないが、自分と同じようにキョロキョロと町の様子をうかがう者が、他にもいることに気がついた。目が合った瞬間、あなたたちは理解した。みんな、ファントムハンターよね。まずは自己紹介をさせてちょうだい。一緒に行動するのはどう？何かあればお互い助け合うこともできるでしょ。ああ、もちろん構わないよ。僕はリネ。幼い頃からあちこちを放浪してたから、トリックをいくらか知ってる。みんな自分のキャラカードを説明してるのか。僕はフリーナ。貴族の家に生まれ育って、芸術と演劇に興味を持っている。ファントムハンターではあるけど、実は僕は芸術家になりたいんだ。それも素敵じゃない。頑張ってフリーナ、その調子よ。オイラはパイモン、ファントムハンターのこいつの仲間だ。子供の頃から医学を学んでたの。魔物を退治するだけじゃなくて、学んだ知識で人々の傷を癒したいと思ってる。歓迎するよ。魔物が襲ってきたら、私が最前線に立ってあんたたちを守る。あなたたちは封筒を一斉に開けた。頼もしきファントムハンターたちよ、我が国は今大きな危機に直面しています。王都の外には魔物がはびこり、民が惑わされています。さっきから思ってたんだけど、多分シナリオの作者がマップを作った時に参考にしたんでしょうね。王国の首都の街並みは、百戦錬磨のファントムハンターたちに過去に訪れた場所を思い出させた。しかし目の前の街はまるで抜け殻のようだ。手紙の内容を一字一句逃さずチェックして、署名欄を確認してみたけど、依頼を出したのは一体誰なんだろう。すると見知らぬ名前が並んでいるのを見つけた。
どうやら町の住民たちの共同署名のようだ。じゃあまずは町を見て回って住民から情報を聞き出してみるのはどうだい？いいね。魔物や悪者の手がかりも手に入るかも。改めて町を見渡すと、すぐ近くに酒場を見つけた。とりあえずあそこに行って聞いてみるのはどうだい？小説の世界では酒場は決まって情報の行き交う場所だからね。酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは、美しいお姉さん。今日は天気がいいね。あら、こんにちは。確かに今日はいい天気ね。シナリオに登場する全てのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。このまま質問を続ければきっと手がかりが見つかるはず。まあまあ、そんなに暗い顔しないでさ。それはさすがに脱線しすぎなんじゃ。美味しいものを食べると気分も良くなるって言うでしょ。君、そもそも調理できないだろう。ああ、いえ、遠慮しておくわ。あなたも料理ができる人には見えないし。甘いものに興味がなくてあんまり笑わない。ちっ、この人今舌打ちしなかった？多分クロリンデの心の声だろうな。このままじゃ何も進まないぞ。本気なのか？では運命判定カードを引いてくれ。これ大成功か？みんなに注目される中、あなたは黙々と鍋を用意し火を起こした。あなたが食材を切り、慣れた手つきで具材を鍋に入れてかき混ぜるのを女性は呆然と見つめている。スープがコトコトと音を立て、立ち上る湯気とともに肉の香りが広がっていく。物憂げだった女性もいつの間にか歓声を待ちわびるような。食べてみて。美味しいものを食べたら心がちょっと楽になるかもしれないよ。はあ、本当にありがとう。夫が魔物を討伐しに行って以来だわ。旦那さんもファントムハンターなのか？ファントムハンター？最近王都の周辺に急に魔物が大量発生して、衛兵はみんな討伐に駆り出されたの。魔物が現れたのがいつかは？さあ、夫が派遣されたのは3日前ってことしか。じゃあ魔物を討伐するためにどこへ行ったのかは知ってるかい？いえ、あんまり急だったから。でも見送った時、夫も目的地を知らないと言ってたわ。きっとご主人を見つけるから心配しないで。ちゃんとご飯を食べてね。ありがとう。そうするわ、そうする。閑散とした町の通りで、あなたたちとすれ違ったある老婦人は首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え、瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。あんまり友好的には見えないけど、商人っていろいろと情報源を持っているものだよね。あの、こんにちは。ちょっと伺いたいことがあるのですが。いくら払う？これでどうかな？あ、冗談じゃねえや。これじゃ玉ねぎ半分も買えやしねえよ。玉ねぎは
そこまで高くないだろう。お前さんに何がわかる。もうすぐ戦争が始まるってんで。気が荒いな。でも何か情報を握ってるかも。旅人、あんたはどう思う？おじさん、私たちは町の危機を解決しに来たの。今戦争って言ったけど、もし何か知ってるなら教えてちょうだい。問題が早く解決すれば安心して商売できるでしょ。ジョーちゃんの言う通りだ。魔物たちが町の外で待ち構えてるもんで、町にあるもんなんざ限られてる。このままだと誰も生きていけねえ。そんな、物資を調達したり秩序を維持してくれる人はいないのかい？何があっても王宮の貴族たちは飢え死にしたりしないさ。もしかしたらあいつらは魔物の味方なのかもな。それは厳しい状況ですね。もういいだろう。さあ行った行った。笑顔でいればもっと商売がしやすくなるし、人生も楽しくなってくるよ。あんたに役立つかどうかは知らないけど、ちょっとした個人的なアドバイス。人の多そうなところに行ってみるか。それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。もう少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。青年はあなたたちに気づいていないようだ。やがて首を横に振ると深いため息をついた。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。こんにちは。何かお困りかな？待て。僕は？君、いや、あなたたちはファントムハンターだな。僕たちのことを知ってるんですか？ああ、そうだ。まさか本当に来てくれるとは。ここで一体何があったんだい？はあ、最初のファントムハンター、黄金の狩人カシオドルがこの町を解放して以来、でも魔物の封印が弱ったのか、それとも邪悪な魔法使いの暗躍のせいか。王国の兵力じゃ魔物たちに対抗できないの？兵力が足りないというより、衛兵たちは魔物とどう戦えばいいのかわからない。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに、ましてや倒すなんてできるわけがない。でも僕は小さい頃、祖父からファントムハンターが魔物と戦う話を聞いていたから、正直言うとこうしてあなたたちと会うまでは。それなら安心してちょうだい。今あんたの目の前にいるのは強くて正義感に満ちたファントムハンターなんだから。あなたたちの毅然とした態度を見て男はほっとしたようだった。手伝うには魔物の場所を知らないとね。町の外が危険だと聞いただけで、具体的な場所はわからないんだ。町の門を出て道沿いに歩くと衛兵がたくさんいる。そうなの？それじゃあ町を出てみるね。ああ、気をつけて。それと外に魔物がいる以外にも、王都には邪悪な魔法使いが潜んでいる。彼らは魔物と組んで邪悪な魔法で国の大臣を惑わし、優しかった大臣も最近は気が荒くなり、民衆を搾取する法律を数多く出している。うちにも外にも大きな問題を抱えてるんだね。なんだかかわいそう。ねえ、元気づけてあげましょう。今？お気持ちはありがたくいただいておくよ。でも僕の気持ちより今は王国が直面している危機の方が大事だと思うんだ。とにかくこの王国の未来はあなたたちに託したよ。得た情報を照らし合わせると、はい、町の外にいる魔物を討伐することと、
選択の時が来たね。ちょうどいい機会だ。少し休憩しよう。どうするか決まったら知らせてくれ。ところで、ファントムハンターに対する人々の態度は想像と違ったね。このシナリオは歴史を参考に作ったって確かクロリンデが言ってたよな。完全にそうだったわけではないが、少し似ている。ネタバレなしなら、前にちょっとだけ聞いたことがあるけど。オイラも聞きたいぞ。ファントムハンターがすごく強いってのは知ってるけど。いや、ファントムハンターは皆普通の戦士だ。え？つまり理論上はそうなるだろう。厳しい訓練を経て魔物と戦うための剣術を身につけさえすれば。ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。それどころか魔物を目の当たりにし、恐怖のあまり立ち直れなくなった者もいる。その魔物って具体的にはどんな魔物なんだ？フォンテーヌにはかつてレムリアという名の国があった。レムリアが滅亡した後は多くの魔物が現れ、レムリアのとある魔法使いは数えきれないほどの魔像を操って軍団を結成し。ストップストップ、それってまさか物語に出てくる邪悪な魔法使いのことじゃないよね？推理に関わりそうな部分については話さない。それ以外なら、黄金の狩人カッシオドルと先代水神エゲリアの話か。そんなに昔のこと、クロリンデはどうやって知ったんだ？師匠に教えてもらった。あ、師匠ってペトロニラさん？君は知ってるのかい？うん、ペトロニラさんはパパと仲が良かったから、よくクロリンデを連れてうちに来てくれてたの。話がそれてしまった。本題に戻ろう。とにかく戦士たちは水神エゲリアの呼びかけに応え、カッシオドルの指揮のもと魔物と戦った。彼らは後にファントムハンターと呼ばれるようになった。平和な時代が訪れると、ファントムハンターの仕事は次第に減っていった。当初はファントムハンターによって結成された組織マレショーセ・ファントムも、今ではメルジーヌを主とする組織となっている。なるほど。だから出てきた人々もファントムハンターの存在を忘れてたり、伝説の人物だと思ってたりしたわけだ。それも悪いとは言い切れないんじゃないかな。まあそれは人によるかもしれませんけどね。もしみんながファントムハンターという言葉に全然ピンときてくれなかったら。調査といえば、まずはどっちの調査をする？僕は魔物に一票かな。これこそファントムハンターの本職だからね。僕もフリーナ様に賛成だ。それにもしあの魔物たちが魔法使いによって召喚されたものだとしたら。相棒はどう思う？よし、じゃあ決まりね。数人のファントムハンターたちは話し合った末、じゃあ依頼人に言われた通りこの辺りで調べてみようぜ。待て、お前ら。うわぁ、で、誰だ？鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しとたくましい体からすると、しかし懸命に隠そうとはしているが、足を引きずっており、額に汗がにじんでいるようだ。俺は衛兵隊長だ。さっきから異邦人のお前らがここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員駐在所へ連行する。こんな風に不審者扱いされるのも久々だな。何をブツブツ言ってる？ファントムハンターって聞いたことあるかい？ファントムハンター？ふん、子供騙しのような話を。俺、
医学の知識があるあなたは、男の足の怪我が魔物によるものであること。私は医者、薬を塗り替えよう。もう我慢しなくていい。図星を刺されて男は微妙な表情をしたが、あなたの言う通りに特効薬を塗り直すとだいぶ良くなったようだ。いいだろう。あんたらは本当に伝説のファントムハンターなのかもしれん。魔物がどこにいるか知ってるか？あと衛兵たちはどこに行ったんだ？彼は魔物が現れた場所をあなたたちに教えると、しばらくその方向を苦しげに見つめた。新米衛兵の中には盗賊にすら遭遇したことがない者もいる。落ち着いて。その傷じゃ休んでた方がいいよ。その言葉を聞いた彼の瞳に希望の光が宿ったが、あの魔物たちは手強いぞ。衛兵たちが無事家族に再会できるといいんだが。衛兵隊長は魔物が出たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。道の途中であなたたちは衛兵らしき人たちが道端に倒れているのを見かけた。皆一様に恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり怒鳴ったりする者もいる。どうやら見たものを頭から追い出そうとしているようだ。倒れていた負傷者たちが信じられないといった表情であなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。早くここから逃げろ。絶対に振り返るな。辺りにはボロボロの鉄の剣が散らばり、折れた木の幹には恐ろしい爪痕が残っている。そのすべてがここで激しい戦いが繰り広げられたことを示唆していた。みんな気をつけて。魔物たちはまだ近くにいるかも。言い終わらないうちに周囲の低木からカサカサという音が聞こえてきた。魔物が姿を現したのだ。魔物たちがあなたたちに近づいてくる。血を渇望するその瞳に映るあなたたちはまるで自ら寄ってきた。助けてくれ。そして戦闘が始まった。撃ち続けて。注目。いけ。よっ、で、ふっ、はーっ、と、はーっ、ふっ、ふっ、は、ふっ、せい。次の戦闘を開始する。やなさい。ほっ、は。いけ。魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念と共に消えていった。はあ、やっと終わった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高くて助かった。でなきゃもっと手こずってたかもね。しかも戦闘のダメージまで運命判定カードで判定しなければならないなんて。運命の不確定性こそが勝利を祝おうとした。その時あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？みんなは突起の前にかがみ込んでじっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから触ってみてもいいよね。突き出ている部分は木でできている。先ほどまでは魔物の大きな体に遮られていたらしい。しかし魔物が倒され、それはまるで
あなたたちは力を合わせて土の中から木の箱を掘り出した。宝箱を開けるまでもなく、周りに散らばったモラと宝石はその中身が高価なものであることを示していた。苦労して手伝った甲斐があったな。パイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静に考えたら、このお宝を僕たち以上に必要としてる人が他にいるんじゃないかな。そうね、王都の民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。このお宝はみんなに贈るべきじゃない？え、そうなのか。なんて言えばいいのかな。テトシア中はあらゆる行動がストーリー展開に影響する可能性があるのよ。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。ファントムハンターの身分を証明するのは難しいし。それは確かに問題だね。彼らを納得させる理由を用意しないと。そんなに面倒なことをするより、このお金でもっといい装備を買って、お腹いっぱい食べて、悪い奴らをもっと倒した方がいいだろう。どうやらまた難しい選択をする時が来たようだ。さて、今日はもう遅い。はあ、いつの間にかこんな時間まで遊んでたんだね。みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語が面白すぎるからか。なら今日はいっそのことそれはさすがにちょっと。僕もちょっと無理かな。帰りが遅すぎたらリネットに説教されちゃうよ。ナビアの気持ちはわかるが、残念ながら次の会場はここじゃない。え？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に設置された建物の室内へ移動するようにと。へえ、物語をちょっと聞くぐらいの時間ならまだあるんじゃないか。オイラ、パイモンは残りのお菓子を食べ尽くしたいだけだろう。ついでだぞ。ただのものを食べきれないのはお金を払って食べるより辛いことなんだからな。それにクロリンデの師匠の。ああ、大丈夫だ。気を使ってくれてありがとう。私は物心ついた時から師匠と一緒に暮らしていた。師匠の話では、私は悪党の手から彼女に助けられたそうだ。重いプロローグだな。師匠は面白い人だった。ただ子供の世話があまり得意ではなかったのだろう。私の初めてのおもちゃは探検だった。おもちゃというより付きまとわれるのが嫌だったのか。子供に本物の剣を？そんなの危なすぎるだろう。もちろん怪我をしました。手のひらを切って血がダクダクと流れて。分かったでしょ、これが剣をしっかり握らなかった結果よ。師匠はそう言いながらかがみました。失礼だけどクロリンデさん、その頃はいくつだったんだい？3歳だったかな、多分。3歳？フォークもうまく握れない年頃じゃないか。先ほども申し上げた通り、師匠は子供の面倒を見るのが苦手だったんです。もはや面倒を見るのが苦手ってレベルじゃないでしょう。当時は特に問題だと思ってなかったし、子供だったからそれ以外の選択肢もなかった。ああ、それから私の最初のペットは師匠がリーユエで捕らえてきた。ビショップをペットに？師匠はあの時こう言った。仲良くするのよ、嫌なら戦ってみなさい。それは何歳の時だい？5歳だ。負けました。じゃあお前は本当にビショップのペットになった。1週間だけだが
1週間後に任して、それからはずっと悪くない仲だった。これが本当に子供の話なのか。私も次第に理解していった。もしかすると師匠は他の教育方法を知らないだけなのかもしれないと。師匠のおかげで私は6歳で道に迷わず森で狩りができるようになり、訓練の時は厳しかったが、時間があれば私を旅に連れて行き、友人たちにも紹介してくれた。初めて会った時はペトロニラさんの後ろに隠れてたよね。あの時は同じ年頃の子供になんて会ったことがなかったから、どう接すればいいか分かっ。でもその後あんたはよく遊びに来るようになって、他の人ともよく射撃で遊ぶようになったんだよね。あの頃は本当に楽しかった。私もよ。スピナディロースラで冒険ごっこをしてた時、あんたの師匠が当時噂になってた聖、結局パパやペトロニラさんの前では知らないふりをしなきゃいけなかったけど。正義の守護者、20年前頃に夜な夜な活躍してた。あ、ええ、あれはおそらく師匠だったんでしょう。よく黒いマントを着て出かけていましたから。あの頃警察隊がよく彼女に関する目撃情報をヌビレットに届けてた。申し訳。別にクロリンデが謝ることじゃないだろう。秩序を守らない人が秩序の守護者を名乗るのはさす。あれ、正義の守護者じゃなかったのか。どっちも彼女さ。毎回聞かれるたびに適当に思いついた通り名を名乗ってたんだ。そのうち考えるのも億劫になったのか、正義の守護者と秩序の守護者という二つ。師匠らしいですね。きっと家に帰った頃にはその日どちらを名乗ったのかも思い出せなかったでしょう。面白い方だったんだね。そして正義感がとても強い。私も師匠のような人になりたかった。強く自立した。何かあったのか。師匠は私の10歳の誕生日に突然失踪したんだ。失踪？さあ、師匠がどこに行ったのか。あの夜私はナビアの家で誕生日を過ごしていたが、いくら待っても師匠は迎えに来てくれなかった。数日経っても師匠は帰ってこなくてな。カーレスさんにも師匠の行方を尋ねたけど、パパは多分本当に何も知らなかったと思うわ。ああ、それは師匠らしい行動だと言えなくもない。思い返せば師匠はおそらくそれを機に私を自立させようとしていたのかもしれない。子猫がある程度育つと母猫がそのそばを離れるのと同じように。クロリンデ、悲しんでいるのかい。最初の頃はそうでしたが、今はもう大丈夫です。その後お前は師匠の背中を追いかけて、法律と正義の象徴フォンテーヌで一番強い決闘代理人になったんだな。師匠がこんなルールだらけの仕事をするわけがない。わがままな人だったからな。ただ確かに多少なりとも彼女の影響を受けていたことは事実だ。クロリンデにそんな過去が。今までは知る機会があまりなかった。もしクロリンデの師匠が決闘代理人を務めていたら、当時のカーレスとどう向き合ったのだろう。あの二人も同じことを考えてたりして。うん、さあここまでにしましょう。つい話し込んじゃったけど、もう暗くなってきたし、このままじゃ本当に徹夜コースよ。そうだね。今日は本当に楽しかったよ。礼には及ばない。私からしたらシナリオも面白かったけどね。5歳の時どうやってビシャップを倒したのかも今度。そうだな。いやいや、一理も何もないだろう。5歳の子供がビシャップと戦うなんてありえないし。僕もそろそろ失礼するよ。ビシャップと戦った物語がそんなに楽しみなのですか。テーブルトークシアターの物語の方だよ。Thank you.
さ、ビショップのペットになるってどんな気分だったの？特に何も。あの種の生き物にはそもそもペットという概念がない。それなりに今度試させてやる。試したいなんて一言も言ってない。そろそろ集合の時間だぞ。早く。揃ったようだな。始める前に前回の議論の続きでもしておいてくれ。いやいや、そんな場合じゃないだろ。クロリン、分厚い壁、冷たい鉄格子、セッティングには随分とこだわったようだが、シナリオの作者はメロピデ要塞を訪れたことがないと見える。この場所を選んだのはシナリオにそう書かれているからかい？残念ながらそれは教えられません。うい、クロリンでのその笑み。何はともあれ、引き続きストーリーを進めていく必要がありそうだね。もしファントムハンターの称号が不必要な猜疑心を引き起こす懸念があるのなら。うん、あまり目立たない方がいいと思う。肝心なのは人々を助けることなんだから。私を見ても無駄だ。もしくはお茶のおかわりが欲しいのか？大丈夫だぞ、ナビア。さっきからずっと黙ってるけど。ああ、これね、昨日クロリンデが言ってた探検よ。よく見つけ出せたな。当たり前よ、あんなタイミングで渡されたら保管しないわけにはいかないでしょ。うん、それでどこまで話し合ったっけ？そうそう、私脱獄の方法を考えてたの。もうそこまで考えてたのか？遅かれ早かれ対策は必要でしょ。降らぬ先の傘ってこと。よし、もしオイラがお宝を独り占めしたせいでみんなが監獄行きになったら、おやつを食べてもちっとも美味しく感じないと思うしな。意見が揃ったようだな。ゲームマスター、箱の周りに溢れちゃってたお宝も全分かった。宝物を残さずカバンの中に入れたあなたたちは、町は相変わらず重苦しく暗い雰囲気に包まれていたが、あなたたちは日差しの届かない場所を歩き回り、年寄りや子供、ボロボロの服をまとった者など、ありがとう老婦人が優しい眼差しで答える。振り返ると彼女は互いの姿が見えなくなるまで。あまりここに長居してはいけないってことかな。邪悪な魔法使いの問題も、前広場で会った男に配るのを手伝ってくれないか頼んでみるのはどうかな。うん、男を探しに広場へ向かおうとした。皆様お待ちください。数名の見知らぬ衛兵に呼び止められた。彼らは小走りに駆け寄ってくると、こんにちは。もしかして？ご冗談を。とんでもございません。我らが国王陛下があなた方に会いたがっておられます。
初めから大臣については調べる予定だったし、国王本人に会えるというのは、ま、行きましょう。もしも何かあったら王宮をひっくり返してやればいいだけの話よ。しばらく話し合った後、あなたたちは衛兵に向かって首を縦に振った。ホールの両側には金メッキの机や椅子、高そうな骨董品、そしてガラス製の低いキャビネットと銀の食台が所狭しと置かれている。シンクの玉座には華やかな服を身にまとう頭上にいただく威厳ある王冠の中央には鳥の卵ほどもある大きな宝石がはめ込まれており、陛下おいでになりました。暗い色を身にまとった大臣らしき男が身をかがめ、男はすぐに両手を下ろし背筋を伸ばして玉座のそばに立つと、国王はあまり意識がはっきりしていないみたいだ。国王は一言も発さなく、遠路はるばるお越しいただき感謝申し上げます。あいにく陛下は日頃からの激務でお疲れですので、あなた方ファントムハンターは優れた剣術で王と周辺の魔物を追い払ってくださったとのこと。しかしこの目で確かめたわけではございませんので。嘘なんかつくわけないだろ。魔像の剣は木を丸ごとぶった切るほど強かったんだ。詳しいことまで話してやった。生存者の話とも一致しています。魔物を倒したのは皆様で間違いないと信じましょう。確かに持ってるけど。どうして宝物の存在を知っているんだ。そうですか。魔物を追い払った行為は褒美に値すると先ほどおっしゃっていましたね。はは、確かにそう申し上げましたが、国王陛下がお与えになる場合は褒美ですが、陛下の承諾を得ずに国の財産を無断で持ち去る行為は。そんなのへりくつだ。そうだぞ、オイラたちがいなかったらこの財産は埋もれたままだったんじゃないか。しかしその財産を届けでもなく勝手に処理したことは紛れもない事実ですよね。どうされました。誰も答えてくださらないのですか。むかつくぞ。王様は何も言わないのか。華やかな衣装に身を包んだ国王は両手を椅子の肘掛けに置いた先ほどの姿勢から、見た感じ宰相が悪い魔法使いなのかな。周辺の衛兵の数を観察させて。王宮内には完全武装で真剣な面持ちをした衛兵たちが立っている。険悪な雰囲気を察しているようで。私が一暴れできるような状況じゃないみたいね。まことに残念だ。あなたたちの処分を決める前に外にまだ仲間がいるかどうか調べねばなりませんね。でもこの衛兵たちを敵に回すのは。心配しないで。少なくとも黒幕は分かったんだから。だお前ら。衛兵たちに前後を挟まれたあなたたちは、地下牢の天井から滴り落ちる水滴が肩に落ち、すぐ近くから、おとなしくしていろ。衛兵は扉の錠を下ろすと振り向きもせず去っていった。待て。その声は滴り落ちる水の音とともに。どうすればいい。もちろん自分たちの手で運命を切り開くに決まってるでしょ。そう言って腰のあたりを触るが何もつかめない。私がブーツの中に忍び込ませたナイフは。いつ忍び込ませた。穴を掘ろうかって考えてた時よ。却下だ。あの時ゲームマスターに伝えていなかっただろう。僕たちの見える範囲に鍵はないのかい。ああ、鍵穴にすら触れられない。なすすべなしか。そうですね。なんでクロリンデがそんなこと言うんだよ。事実だからな。脚本にはここまでしか書いていない。
ああ、本来ならこういう時は何らかのヒントやゲームマスターにしかわからない暗号などが現れるはずなんだが、もしかして牢屋に閉じ込められる気分を存分に味わわせるためと。その可能性はあるな。現実の牢屋にもお菓子とお茶がこんなにたくさんあればいいのにな。そういえばナビアが持ってきた探検だけど、よく見たら今の時代の作り方とはちょっと違うような。クロリンデさんの師匠の剣だって言ってたね。そんなことはないと思う。師匠は時に子供よりも幼稚なことをする人だった。そんなに貴重なものだったの？なのに。あ、師匠はいろんなものを残していった。古い鍵や剣、それから彼女が持って行きたくなかったであろうガラクタの数々。あの時は私たちの友情がそのまま終わってほしくなかったんだ。あの時って、いっカーレスさんとの決闘の後です。ああそれまではよくうちでご飯を食べたり、スピナディロースラに泊まったりしてたから。でもその件の後、お互いどう向き合えばいいかわからなくなっちゃってま、あの時は悲しみに浸ってたから。そういう時っていろんなことを考えちゃうでしょ。もしペトロニラさんがピクニックで私たちを出会わせなかったら、私はパパを失った上に大切な友達まで失ったって。過ぎたことはやり直せない。でもこうしてまた一緒に過ごせるようになって。うん、すまない、悲しいことを思い出させて。ううん、ん？ああ、脚本が届いたようだ。助かった。このタイミングで届いてくれて。続きがいい方向なのか悪い方向なのか。滴り落ちる水滴が止まる気配はない。暗い地下牢で時の流れを測る手段を見つけることは困難だ。藁の匂いとカビや錆びた鉄の匂いが混じった悪臭にも慣れてきて、扉の外からかすかな足音が聞こえてきた。みんな気をしっかり。皆さんこちらへ。どうか声を抑えて。君は誰だ？今はこうして地下牢の監視をやっていますが、本当は皆さんと同じファンと。え？し、他の監視は引き離しましたが。分かってる。でもどうして君の話を信じられると思う？国王の命令が下りました。確かな物証がある以上、明日日が昇る前にあなた処刑？もしかして宝物の付近に魔物が現れたこと自体罠だった？皆さん、今そんなことを考えても仕方がありませんよ。王城内部に潜入することは極めて困難で、私はかなりの代償を支払ってここまでたどり着きました。監視さん、ここに来る途中私たちの武器を見なかった？はい、全部持ってまいりましたのでご安心ください。奴の勢力はあまりに強大です。衛兵だけではありません。彼を倒すためには隠し方向へ行って、かつてのファントムハンターが残した宝物を手に入れねばなりません。君は一緒に行かないのかい？はい、皆さんを脱出させた後、私はここに残って他の監視の相手をしなければなりませんので、私の正体がバレない限り決戦の時には多少お力添えができるかと思います。では君も安全には気をつけてくれたまえ。はい、お気遣いありがとうございます。宝庫の位置はこちらの宝の地図に。うん、では扉を開けますので、音を立てずに私についてきてください。最後に一つお願いです。どうかくれぐれもお気をつけて。監視の助けによってあなたたちは無事地下牢から逃げおおせた。
残念だが、やり直しはなしだ。書いてあった場所はここね。ん？この岩、なんだか怪しくないか？怪しいものは調べないとね。おいおい、本当？目の前に音もなく湖が現れた。こういう時って、つい…いえ、何でも。ファントムハンターたちは洞窟の中へ入っていった。扉が立ち塞がっているね。あれ、下にあるのって扉とつながってる仕掛けかしら。石の扉に刻まれたあの模様、師匠から聞いたことがある。ん？どうしたの、ゲームマスター？ファントムハンターたちは険しい道を突き進み、ついに宝の地図に示された場所へとたどり着いた。辺りは静まり返り、穏やかな空気に満ちている。今まで一度も呼び起こされることなく。でも、邪悪な魔法使いを追い払って王都の民を助けるためには、宝物にも光を浴びてもらわないとね。そうそう、リネの言う通りよ。ゲームマスター、次は謎解きよね。ああ、問題ない。何かおかしいな。まあ、臨機応変に動くとしよう。こっちも進展あり。僕も一つ解けたよ。何かが現れた。新しい仕掛けかな。ファントムハンターたちは知恵を駆使して謎を解き、自分たちが過去の秘密を受け継ぐに足る人物であることを証明した。そして
彼らの目の前には、目の前には一本の鍵、この扉を開ける鍵だね。これはファントムハンターに代々受け継がれるという鍵、師匠からもらったのと同じだ。鍵を完成させるためには全部で4本必要だと聞いた。すでに手に入ったのは、ん？どうかした？キーな音が響いて遺跡の明かりが突然消えた。どうなってるんだ。ファントムハンターの皆は目をつむってくれ。光のない洞窟の中では何も見えない。ちょっとは見えるけどな。あ、そうだよな。ごめんごめん。暗闇の中、とある足音が聞こえてきた。僕たちの他に誰かいるのか？バレましたか？この声は、声の主の正体はなんと、あなたたちに情報を提供してくれたあの看守だった。なんだ、演出か。何も見えない状況じゃ戦いようがないし、一旦撤退しようよ。演出なんかじゃない、奴の剣の持ち方。おそらく撤退？そんなの私たちのスタイルじゃないでしょ。見えないのは相手だって同じ。戦うよ。行動決定。明かりが再びついたと伝えるまで目を開けてはいけない。了解。では戦闘開始。剣術発門。まだ終わらないのかい。そろそろ目を開けてもいいかい。手強い相手だが、そろそろ決着がつきそうだ。しかし、まだ止まらないの？最後の一撃。どんな状況なの？ゲームマスター。暖かい炎が再び周囲の壁を照らし、視界が明るくなった。その招かれざる客は4名の勇敢なファントムハンターによって倒された。奴の目つき、負けてからまるで別人みたいだ。君はフロリアン。あ、しまった。コホン。宝の地図をくれた看守さんじゃないか。町の平和よりも宝の方が価値があるとでも言うのかい？町？平和？私、このフロリアンはファントムハンターです。代々続いてきたファントムハンターを受け継ぐものなんです。本名を言っちゃってるぞ。ならなおさら理解に苦しむね。君もファントムハンターならなぜこんなことをする？あなたたちに何がわかるというのですか？今日のファントムハンターに目…どういう意味？私の剣術は父から教わったものです。ファントムハンターだった父は名を隠し、私を連れて森の中で暮らしていました。そんな父を待っていたのは何だと思いますか？貧困、苦痛、そして人々に忘れ去られる虚しさ。ファントムハンターはかつて人々を救った英雄でしょう。もっと尊敬されて叱るべきなのではありませんか？ファントムハンターが忘れ去られてしまった現状を訴えているのか。だからここにあるお宝を独り占めして自分が得るべき財産と名誉を手に入れようと思ったのか。宝の在りかを知っていたのに、どうして自分で取りに来なかったんだい？そのためには最後の鍵が必要だったからです。この最後の試練をくぐり抜けられるのは正真正銘のファントムハンターのみ。しかし、私欲のために他人を傷つけることをも厭わないフロリアンはとっくに宝を手に入れる資格を失っていた。宝物って一体何なの？それは皆の最終決定か。
ここまで来て気にならないやつはいないだろ。フロリアンは抑えたから横取りされる心配もないしね。くそ、おとなしくしていろ。じゃあみんなで一緒に扉を開けよう。行動決定だな。みんなの視線が注がれる中、100年もの間扉がきしんでおぞましい音を立てる。まるで深い眠りから目覚めた巨人があくびをしたかのような音だった。うわ、開いたぞ。早く入ろうぜ。一体僕も見たい。冒険の一番の醍醐味ってやっぱりお宝を見つけた時だよね。石碑が一つと古い武器。これのどこがお宝なんだよ。もしかしてクラブの経費が尽きちゃった？なんだよ、最初は結構没入感があったのに。いや、私分かったかも。パイモン、これがファントムハンターの宝なのよ。え？そんな、こんなものがお宝だなんて。どうやらこのファントムハンターは相当ショックを受けたようだ。しばらく外で心を落ち着かせてやった方がいいだろう。ファントムハンターの中には宝の秘密に気づいた者もいるようだ。しばらくの間周辺を探索できる。気分はどうだ？少し良くなったか？これは一体、ここに来るまでの出来事や自分の体に何が起きたか。確かあなたたちをここに誘導して。あ、まずい、洞窟に爆弾が。これのことか？え、どうして？洞窟に入った時なんとなく違和感を覚えたから注意して観察していた。もう全部取り外してある。あ、さすがフォンテーヌ最強の決闘代理人。ファントムハンターとしての腕前も全く衰えていないようですね。そちらこそどうなのだ。先ほどのあなたの見事な告白が演技だとは思えなかった。私にもよくわからないんです。まるで心の中に自分以外のものが忍び込んだような。ファントムハンターや父の不遇を嘆き、その功績が誰にも称えられないことに怒りを抱いていたのは事実です。いつの間にかその怒りは抑えられないほど膨らんでいき、そしてある時。狙いが宝物だけならなぜ爆弾を置く必要がある？それも覚えていません。頭の中がぐちゃぐちゃで。聞いた限りそれはおそらくソウルドリンカーの仕業だろう。ソウルドリンカー？ん？あなたの師匠、いやお父上から聞かなかったか？数百年前の魔物のことだ。いえ、聞いたことはあります。まさか封印？うちは代々ファントムハンターを生業にしてきましたが、同時にある魔物の封印も受け継いできました。常に封印の状態を確認し定期的に手入れするようにと父によく言われたものです。しかし父が亡くなってからというもの、私はそれをおろそかにしてしまっていました。ただ人でしかなかったファントムハンターにとって当時ソウルドリンカーは相当手強い相手だったのだろう。奴を倒すほどの力を持たない者は逆に奴に心を侵され惑わされた。だから一部のファントムハンターは解決法としてひとまずそれを封印することを選んだ。奴は人の心の中の欲望や執念を拡大し、最後には宿主を操るようになると聞いたことがあります。そういえば
3本の鍵をどうやって手に入れたんだ。1本は父親が持っていたもので、1本は盗んだものです。もう1本はファントムハンターが酒を飲んだ帰り道に奪ったものです。あなたの強さはフォンテーヌ人なら誰でも知っていますし、観察したところ普段の暮らしにも一切の隙がなかった。酒を飲むところも見たことがありません。唯一思いついた方法はあなたの趣味を利用してここまで誘導し、何はともあれあなたのシナリオは悪くなかった。はあ、自分の本当の気持ちを書いたものだったからかもし、父から聞いた伝説、英雄、かつてのファントムハンターの輝かしい活躍。それだけじゃない。え、わずかではあるが、あなたの心の中にはファントムハンターとしての誇りがまだ残っていた。冗談はやめてください。だって邪悪な魔法使いなんだろ。あなたが書いた物語の中で人を欺く魔法使いは悪役として登場した。それは奴への反抗心があなたの中にあったからではないか。しかし握った剣を怪我してしまった以上。目を覚ませフロリアン。最初自分がどう自己紹介したのか思い出すんだ。ファントムハンターが本当に名誉や尊敬のために戦ってきたと思っているのか。ファントムハンターだったというお父上に一体何を教わったんだ。その剣は自分のためじゃなく守るべき人のために握るものだ。名誉など取るに足らない。ずっと追いかけてきた宝の正体を目の前にしてもまだわからないか。これこそがファントムハンターが残すべきものなんだ。はい、その通りです。私はファントムハンター。これからは罪を償うため。罪もきっちり償ってもらうがな。はい、もちろんです。弁明するつもりはありません。なら今から戻ってこのシナリオを最後まで演じ切る。演じ切る。でも続きがありません。書き終わっていないのか。そのあなたたちをここへ呼ぶところで物語は終わっています。なら続きを書いてくれ。邪悪な魔法使いを倒しに行くんだ。と言いますと、あのソウルドリンカーを、それは今から書けということでしょうか。難しいのか。ここまで書けたのだからファントムハンターが邪悪な奴を倒す結末を書くことくらい。しかしお友達の皆さんが危険に遭うかもしれません。皆腕は確かだ。それに今はまさに皆の力が必要な時だ。でしたらそんな興ざめなやり方はしたくない。それに皆の幻想を守ってやることも大事なことだ。おかえり。遅かったな。そのファントムハンターの仲間たちよ。大げさで不自然だ。すみません。先ほどの戦いで戦う皆さんの勇姿を目の当たりにし。なるほど。自分の過ちに気づき悔い改めるという設定な。実は先ほどの私の行動はあの邪悪な魔法使いの影響を受けたものでした。なんてひどいことしようとしてたんだ。はい、この国に潜む邪悪な魔法使いは人の欲望を増長し。はっ、もうお前の言葉には騙されないぞ。実は宝を目にした瞬間目が覚めたのです。父の教えを思い出して。宝の正体は歴代のファントムハンターの名前と彼らと運命を共にしてきた武器。え、
知っていたのですか？もちろん。テトシアプレイヤーの探索能力。あ、いえ、さっき石碑に書かれた内容をざっと読んでみたんだ。石碑にはいろんな人のストーリーや功績が書かれていて、とても興味深かったよ。彼女は黄金の狩人の意志を受け継いで審判を司った人物だったらしい。そんな厳格な一面とは裏腹に、普段はみんなと一緒に歌…へえ、フリーナと似てるんじゃない？そうかい。なるほど。その線で考えると、この彼は処刑人で、戦闘中に変幻自在にトリックを駆使することで敵の目を欺いたらしい。それぞれ素敵なストーリーがあったんだな。もし本に記録したら、数えきれないほどの伝説や物語が生まれただろうに。それがファントムハンターたちの選択だったからです。狩るべき魔物が暗闇に現れるならば、彼ら自身も同様に暗闇の中を生きる必要があります。となると、おそらくこの石碑はファントムハンターの仲間が残したものなんだろうね。はい。ファントムハンターは自分の功績を見せびらかすようなことはしません。夜に仲間と一緒に焚き火を囲むとき、誰がよりすごい魔物を倒したのか、些細な自慢話をし合う程度です。この石碑は人々に覚えていてもらうためじゃなく、仲間を忘れないためだったんだね。だからこんなに隠れた場所にあったのか。静かに佇むいくつもの名が刻まれた石碑に、あなたたちは心を揺さぶられた。過去にも、そしてそう遠くない未来にも、同じ志を持ち、彼らの精神と名前はこの石碑のように受け継がれていき。父さん、道に迷ったら宝を探しに行け。ありがとうございます、心優しき友よ。どうか私に罪を償うチャンスを与えてくださいませんか。王都の民を苦しめる邪悪な魔法使いを倒すために。よし、わかった。誰でも過ちを犯す時はある。それをどう正すかが大事さ。うん、僕もそう思う。ところで、魔法使いとの戦い方についてフロリアンさんは何か知ってるかい？はい。意識を乗っ取られている間、あいつの心を感じていました。お宝が怖いのか？もしかしてここにある武器の中に何か秘密が隠されてるのかな。ゲームマスター、操作していい？一見何の変哲もない武器だが、意識を集中するとわずかながら何らかのエネルギーを感じた。無数の魔物を斬ってきたそれらの剣は、長い年月を経てもなお武器を持っていくべきってことかな。僕はこのエストの武器にしよう。彼女も芸術が好きだったそうだから、きっと僕と気が合うだろう。いい選択だね。じゃあ僕はウォルトさんの武器にしようかな。彼も弓使いだったみたいだし。武器を握りしめると、そこに宿った意志がひしひしと伝わってきた。長らく受け継がれてきた死をも覚悟して魔物との戦いに臨む意志だ。フロリアンさん、邪悪な魔法使いの隠れ場所を知ってるかい？奴と思考がつながった時、周りの光景が見えました。くれぐれも気をつけてください。奴は昼夜魔物と共に過ごし、自身もすでに魔物へとなり果てています。そうなのか。じゃあも…それは…いいえ、今こそが絶好のチャンスです。私が奴の支配から抜け出せたおかげで、奴は弱っています。僕もフロリアンさんの意見に賛成だ。この機を逃すわけにはいかない。うん、解決策が見つかったからには早速行動しよう。はい、まさに。そうそう、その…お前らに…じゃあフロリアンさん、道案内をよろしく。
わかりました。ではついてきてください。シーンの切り替えにしょっちゅう対応しつつ芝居までしなきゃいけないなんてそうして王都の平和を脅かす魔法使いを狩ると決心した狩人たちは出発の支度を済ませた。後ろに佇むずっしりした石碑から厳かな眼差しが向けられた気がした。逃げ道はありません。射撃準備。やがてあなたたちは教会の近くへとやってきた。周囲に漂う不吉な気配が敵がすぐ近くにいることを示していた。なんか本当にそんな気配がしてきたぞ。そして決戦の時が来た。さあ、フロリアン、待って。どうしました？外で待っていろ。ソウルドリンカーは一度あなたの意識に侵入したことがある。それに奴の本体に近いところで侵入されれば体にどんな異変が起こるかわからない。だからこそ私は行かなければなりません。もしかして？はい、奴を私の体の中に引き寄せます。危険すぎる。最悪の場合あなたを殺さないといけない。十分承知しています。でもそれで奴は操りやすい体から簡単に逃げたりはしないはずですから、あなたも仲間たちが取り憑かれる心配をせずに済みます。クロリンデさん、私と違ってあなたは強くてまっすぐなファントムハンターです。自分が犯した過ちはきっちり償わせていただきます。というよりそうしないと気が済まないのです。私自身の誇りのためにあなたに決闘を申し込んだと思っていただけませんか？わかった、フロリアン。決闘代理人の名のもとに決闘の申し込みを受け入れよう。あなたに敬意を表する。ありがとうございます。さて本題に入ろうか。ファントムハンターの剣先に震える魔物の集体を再びさらけ出してやろう。Thank you.
倒せない魔物などいない。その時ファントムハンターの宝に秘められた力が手の中に集まり始めた。宝？もしかして鍵は歴代ファントムハンターの名前よ。でもどうすれば。パイモン、忘れたのかい、僕たちの切り札の技能。彼らは名乗りも求めないが、人々の召喚には必ず応える。ファントムハンターウォルト、変幻自在なマジシャン、幻影両団の処刑人よ、姿を現せ。ファントムハンターエスト、黄金の意志の継承者、暗影両団の審判官よ、僕の召喚に応じよ。ペトロニラ、秩序と正義の守護者、一番敬愛するファントムハンター、親友を助けてくれて、大切な友情を与えてくれてありがとう。お願い、私に力を貸して。我らファントムハンター、召喚に応じよう。魔物が倒され、魔法使いも討伐された。その後、王都に再び平和な日々が訪れた。心を支配されていた神下たちは、己の犯した過ちを知った。国を救った英雄である彼らの名前を覚えている者もいれば、何も知らず生き続ける者もいる。これが不穏な影を追いかけ、蹴散らし狩り尽くすファントムハンターの物語だ。人々の記憶にとどまろうととどまらなかろうと、彼らはこの町を守り、人々の暮らしを守り続けている。ふう、おしまいかい。素晴らしい結末でしたね。素晴らしいストーリーだったよ。最初はありふれた冒険物語だと思っていたけど、ストーリーが進むにつれ、構成や細部にこだわっている感じが伝わってきた。特に最後の決戦のシーンは本当にリアルだった。うん、そうだね。宝物庫で手に入れた武器にあんな効果があるなんて思いもしなかった。そうそう、手に持った武器が輝き出した時は本当にびっくりしたよ。あ、武器も小道具だから後で回収するんだろ。フリーナ様、楽しんでいただけましたか？うん、楽しかった。またこういうテトシアをやる時があればぜひ僕も呼んでくれ。もちろんです。では僕は先に失礼するね。帰りながら物語の余韻を楽しもうっと。フロリアンが目を覚ましたら代わりによろしく伝えておいてくれ。そうですね、相当疲れていたのでしょう。ではみんな、また会おう。もう聞いていいよね？うん、いいと思うよ。一体どういうこと？気づいていたのか。洞窟で目を閉じろって言われたシーンなんて。聞きたいところをぐっとこらえたのよ。クロリンでは何事もなかったかのように振る舞ってたし。幻想を壊したくないって気持ちはみんな同じだったみたいだね。え？一体何の話だ？え？パイモンも気づいてなかったの？ごめんごめん。後の祭りだと思うけどね。え？ってことは最初から普通のテトシアとは違った。え？なんだ、騒がしいな。おい、早く起きろよ。ああ、ゆす。おいらの聞き間違いじゃないよな。嘘をつかれたのはムカつくけど、フロリアンの創作力もクロリンでの臨機応変な対応もすごかったぞ。ステージの上で道具を忘れたことに気づいて
その場で素晴らしいマジックを考えて披露するマジシャンみたいだ。そんな怪しい宝物庫だって分かってたら、おいら怖くてとっくに逃げてたかもしれないぞ。恐れるに足りない。クロリンダにとっての恐れるに足りない場面は、他の人からしたら度肝を抜かれるほどなんだってば。私は慣れてしまったのかもな。クロリンデの毎日ってどれだけ刺激に満ちてるんだよ。フロリアン、あなたのことだが。弁明するつもりはありません。今すぐ警察隊のところに行って自分の罪を告げ、処罰を受けます。私に言わせれば、あなたはもう十分処罰を受けている。最初こそリに目がくらんでいたようだが、最終決戦の時、あなたは行動をもって自らのファントムハンターとしての資格を証明した。あなたがファントムハンターとしての役目を果たし続けることが、この町のためになるのではないだろうか。しかし、無論鍵を持って二人のファントムハンターを訪ね、きちんと謝罪した上で相手の提示した条件にも応じてもらう。しかし他のことについては、私との決闘であなたはすでに自分自身の誇りを見せてくれた。では仰せの通りに、改めて皆さんにお礼を言わせてください。私にもう一度チャンスをくれた皆さんの期待を絶対に裏切らないことを。それではまたお会いしましょう。ところで、洞窟の宝はどうするつもりだい？現状復帰だ。本当にそれでいいのか？町のみんなに解放して。ああ、それがファントムハンターたちの選んだ道だ。私も同じだ。これからも決闘代理人として役目を果たしていきたいと思っている。魔術師の道とはだいぶ違うけど。あれ？そういえば、過去にファントムハンターは武器に魔物を制圧するための術式を施していた。魔物を感知すると光るようになっている。ああ、だからあいつの動きを抑えることができたのね。成功した部分もあると言えるかもしれない。ん？おそらく封印されていたソウルドリンカーは例のファントムハンターたちと同じ時代を生きていたんだろう。皆が名を唱えたファントムハンターたちはかつて奴の同胞を数えきれないほど買った。名前にはそんな力もあるんだな。ナビア、先ほど召喚した時に唱えていたのは。あれは私の本心。いや、だからその本心を言ったってお芝居よ。お願い聞き流して。ありがとう。まああんたと私の仲だしね。その話はおしまい。私先に行くから、ちゃんとついてきてよね。わあ、逃げちゃったぞ。じゃあ僕もそろそろ失礼するよ。今日は収穫が盛りだくさんだったな。うん、また会おう。旅人、もし誰もあなたの名前を覚えていなくても、誰もあなたの旅のことを語らなくても、その旅には意味があると思うか？たとえ誰一人覚えていてくれなくても、仲間と過ごした時間、そして一緒に描く未来に意味がある。いい答えだ。覚えておこう。私はその質問にファントムハンターは答えなかった。今宵の静寂は答えの代わりになるだろうか。